準備はいい？行くよ。誰もいねえじゃねえか、こら！まさか道間違えたとかか？みんな、上見て！まあ、まだ諦めていらっしゃらなかったのですね。エンリル！解せないわ。見ず知らずの人々のために、なぜそうも抗おうとなさるのでしょう。あのままおとなしく帰っていれば、あなたたちには何も関係なく終わったこと。逃げ出したいとか、傷つきたくないとか、そういう気持ちはわかるんだ。なおさら見捨てていけるかよ。ここで逃げたら、自分に嘘をつくことになる。そんなこと、絶対にしない。そう、それで、あなたたちに何ができるというの？俺たちの心づもり、叩きつけてやれ、ジョーカー！まやかしの映画館の支配人、エンリル殿。自らを殺すことを良しとする映画を流し、人々に偽りの安寧を与える。我々はその歪んだ映画を頂戴する。歪んだ映画を頂戴する。何が言いたいのかしら。人々の意識を変えない限り、あなたを退けても意味はない。だから考えたのよ。ええ、ここにいるみんなの心をまるっと変える方法をね。ナビ、どうだ？おう、準備はバッチリだ。よっしゃ、行くぞ、光！うん、お願い、みんな。私は今まで思い上がっていた、権力を行使し人々を抑圧することがみんなのためにもなるのだと。だが、権力があるからこそ力の使い方を間違ってはいけない。はっはっは！困っている人をニューカモシラーマンは見捨てない。いろんな意見があってもいいだろう。まずは話し合おうぜ、本音でさ。ったく、みんな好き勝手言いやがって、話がまとまらねえっての。まあ、でもこうやって決めてくのが楽しいんだけどな。いいもんだな、腹割って話せる仲間ってのは。私は、私、花が好きで、皆さんのことがとても大切な。花は美しい、花は可愛い。感じ方はそれぞれで違う。違うのは変なことではありません。私が私である。私は
こんな自分になるのは仕方ないって納得させるために、自分を諦めさせるために歪んだ映画をずっと見続けてた。でももう逃げない。この映画を変えて外に出る。お父さん、私必ず招待状を出すから。なんだ、映画が変わった。すごい。これは光さんの映画。どうして。悪いが、映写機のフィルムは全て変えさせてもらったぞ。いつの間にこんなことを。驚いたわ。いい加減観念するクマよ。あなたの企みはもう終わり。みんなを解放してみせる。おかしなことをおっしゃらないで、ご覧になってくださいな。こんなことをしても誰一人として映画館から出てきませんよ。でもやっぱり出るのはまだ怖い。傷つくのはもう嫌だ。そんな。わかったでしょ。あなたたちがやろうとしていることがいかに愚かで無意味なことなのか。安寧秩序で守られた社会、それこそが人類が望む世界。統治者としてこの世界を乱す賊を見過ごすことはできません。私に従えないならば強制排除するまで。私の存在は浮世に生きる者たちの望み。抗うなど愚かな行いなのですよ。逆らうだけ無駄よ。なんて威圧感だ。みんな注意しろ。負けられない戦いだね。行くよ。気合い入れていこう。ペルソナ。ペルソナ助かる。メッサイア。無駄。ペルソナ頑張るね。セイオーボ。これは善意なのよ。甘いな。全てを諦め投げ出しなさい。矮小で貧弱な哀れな子たちよ。皆さん、どうか負けないでください。少しでも長く映画を上映すれば、映画館の中にいる人たちの気持ちが変わってくれたら。頼む、頑張ってくれ。私たちも全力で。お、サポート可能だぞ。いつでも言ってくれ。了解した。さあやろう。やるよ。任せて。負けられない。愚か。これはどうかしら。刺さない。大総長。愚か。逆らうだけ無駄よ。行け、イザナギの狼。無駄よ。今がチャンスだ。
ゆかり、その調子だ。私に任せて。今ならいける。行こう。行くよ。決めてみせる。ペルソナ。これくらい無駄に。来い、メサイア。思い知りなさい。うわ、これでどうだ。ペルソナ。サンキュー。危険な状態だぞ。無茶すんな。やば、このままだとまずいって。行くぞ。さあやろう。あれ、お花畑が負けられない。無駄に。来い、サタナエル。逆らうだけ無駄よ。ジョーダー使うね。よっ、ニトラス。無駄よ。よし、ここは俺の出番か。ああ、一緒に暴れようか。行こう。やるよ。待って、みんな助けるぞ。ペルソナ。ニトラス。これはどうかしら。うわ、スカディ。準備もいい。はい、問題ありません。レッツラゴーであります。無駄に。はっ、くらえ。いいぞジョーカー。頼もしいなジョーカー。さあやろう。気合い入れていこう。ペルソナ。頑張れペルソナ。思い知りなさい。力が出ない。無駄に。当たれ。よし、このまま行っちゃって。無駄に。なぜわからないの。うわっ。バトンタッチもありだよね。このチャンス、俺が行こうか。違う。このチャンス、生かしてみせる。メサイア。負けられない。スカディ。今が…ショータイムだ。無駄よ。ニトラ。
ます。今がチャンスだ。受け入れなさい。ここにいる無数の人間は統率されることを望んでやってきたのです。あなたたちの抵抗はただの思い上がりに過ぎないのですよ。くそ、いくらやってもキリがねえ。このままじゃまずいね。ここまで往生際が悪いとは。これ以上は身の破滅を招くだけ。まだ終わってない。なぜご理解いただけないのかしら。誰もあなたたちを必要としていないと。あなたたちがしていることはただの一方的な感情の押し付け。そんなことない。光さん、みんな聞いて。私はずっと自分の本当の気持ちを否定し続けてきた。他人からどう思われてるかいつも怖くて、傷つかないために周りに必死で合わせた。本当はこんな自分が大嫌いだった。いつも惨めだった。だけど私は弱いから仕方がない、そう自分に言い訳しながら流されてた。ここにいるみんなも私と。俺も同じだ。ああ、逃げるしかなかったんだ。でも、だから何だって言うの。仕方ないじゃない。主人公が弱いままの映画でいいの？逃げ続けるだけの話でいいの？そんな映画をずっと見続けて面白い、幸せだって心から思える？お願い、この映画を見て思い出して。自分はどんな映画のどんな主人公でいたかったのか。みんなは自分の人生の主役なんだよ。自分の。けどどうせ私どうしたら。おやめなさい。ここにいる人々はもろく儚い。いたずらに惑わせてはなりません。これ以上はいくら無力なあなたでも容赦いたしませんよ。私は無力なんかじゃない。あら、どうして。みんなに会って自分を曲げない姿を見て私は勇気をもらった。それで思い出したの、私が映画を好きな本当の理由。映画はいつだって私に教えてくれてた。誰かの頑張りは誰かの勇気になる。だから何だというの。たとえ小さくても私の一歩だって誰かの勇気になれるはず。うん、私だけじゃない。みんなの勇気が誰かの力に変わっていく。だから誰しもが無力じゃない。何かを変えられる力を持ってるんだから。よく言ったじゃねえか。ひかりちゃんは強くなった。ここにいる人たちだって変われるんだよ。あの映画みたいに僕たちにもできるのか。もし自分も無力じゃないなら変われるって言う。僕は
変わりたいんだ。私だって本当はあんな風に生きて笑いたかった。まだ間に合うの？やり直せるなら私諦めたくない。自分も怖くていつも逃げることしか考えてなかった。でもやっぱりこんなのは嫌だ。前に進みたい。これはできた。ちゃんとみんなに伝わった？ああ、君の映画が人々の心を動かした。そうだよ、響いたんだよ、ひかりちゃんのメッセージが。注意してください。エンリルからものすごいパワーを感じます。諦めない心、そんなもの己の限界を見極められないだけ。針のむしろでもがけばその身が傷つくのは当然でしょ。人間は何度も絶望を繰り返す。なんて哀れで愚かな存在。そうだよ、最初から全てを諦めてたら自分が存在する理由すらなくなる。そう、それならば証明して、この吹き荒れる嵐を越えられぬならいずれは散る定め。そうでしょ、見せていただきましょうか、あなたたちの覚悟を。奴の正体。